舞台文豪ストレイドックス三者定立公式サイトをご覧の皆さん、こんにちは。中原中也役、上田圭介です。というわけで約1年ちょいぶりぐらいに、中原中也の格好になりましてですね、撮影をやらせていただいたわけなんですけれども、ようやくこの格好をすることができたというのと、ようやくこの物語をやれることになったのかと思うと、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。はい。もう個人的にはですね、やはり中原中也、CV を担当されている、谷山貴章先生と、親交が深まりですね、改めてこの中也に対する意気込み、思いみたいなのがすごく強まったので、皆様に決して、後悔させないような、期待に添えるような中原中也を演じたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。というわけで舞台文豪ストレイドックス三者定立はですね、2019年6月8日から9日2日間ですね、岩手の北上市文化交流センター桜ホールにて、上演されまして、初日の幕は開けます。そして、14日から16日まで福岡久留米シティプラザにて、21日から22日まで愛知名古屋市公会堂にて、27日から30日まで大阪森の宮ピロティホールにて、そして、東京に戻ってきますのが、7月の3日から10日まで、東京は日本青年館ホールにて上演いたします。皆様、劇場でお会いしましょう。バイバイ。